フジテレビの生野陽子アナウンサーが22日東京・台場のフジテレビ本社で行われた30日スタートの生放送情報番組直撃 l i v e グッディ、とみんなのニュースともに同局系の合同会見にニュースキャスターの安藤優子さんや俳優の高橋克実さんらと登場した2014年9月に中村光弘アナウンサーと結婚した生野アナは 高橋さんから突然、新婚生活はいかがですかとインタビューされ、驚きつつも、幸せに、平和にやっておりますと笑顔で語った。直撃 LIVE、グッディ。で、安藤さんと MC を担当する高橋さんは、生放送の情報番組で、初めて MC を担当することになった感想を聞かれて、びっくりですね。僕ですか、と。 それ以外の感想はなかったですと驚きを表現。安藤さんについて理想の関係はサザエ姉さんとカツオ君という感じといい自分は唯一の門外観視聴率が良ければ安藤さんのおかげ悪ければ安藤さんのせい頑張りますとユーモアを交えながら意気込みを語った直撃 LIVE グッディは 高橋さんと安藤さんが MC を務め、牧田スポーツさん、お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄さん、カンニング畜山さん、キリンの川島明さん、土田明これさんらが日替わりでパネリストとして出演する。放送時間は平日午後1時55分から。みんなのニュースは、生野アナ、伊藤敏弘アナ、椿原恵子アナがキャスターを担当し、コメンテーターとして、 コラムニストの犬山紙子さんや作家の江上剛さん、脳科学者の中野信子さんらが出演。芸能、スポーツのコメンテーターとして役光さん、ネットナビゲーターとして津田大介さんも出演する。平日午後3時50分から放送。